もつ。なんかないこれ。ない。右から行ってみるか。引っ張るんじゃねこれまた。引っ張ってる間は、あれがなってるってことか。で、乗っていかない。このコウモリみたいなやつも倒しとこうか。コウモリ対コウモリみたいな感じで。いろいろ手に入れてるから。キースですね。いけ、キース。倒せ、倒せ。ちょっと今敵が邪魔だから、キース、倒しとけ。で、これは、登らんやけんってことか。なんか一個あったら登れるみたいな感じかな。ベッドとか。ベッドでも登れるよね。あ、オッケーオッケーオッケー。ただこれだったら、結構簡単にいけそうだよ。あ、結構、これ手前からやった方がいいですね。それが結構長いこと聞けるから。で、この辺に行って、ベッド出して、ちょっとこっちじゃない。ベッド出して登っていくと。オッケー。いけたんだけど、次はこれかな？引っ張るみたいな感じだね。これは簡単だよ。右から行ってみる。両方どっちでもよかったみたいな感じは。あ、ここに鍵がありましたね。小さな鍵。当たりでした。なんかこれ、宝箱の後ろ出っ張りない？これ。気のせいかな。特に調べるとこないか。なんか怪しい感じはするけど。まあ、戻るか。あ、そういう作りってことね。あ、ちゃんと開いててくれたわ。で、この鍵が開くんだと思うんだけどね。ちょっと左も見てみたいな。どんな感じ？左は。閉じ込められた。ハズレみたいな感じだったか。あ、これなんか知ってる。ほら。これコピーできないの？あ、できたできた。床ピューンを覚えた。だからこういうのも全部床ピューンとかもやっとった方がいいね。これシンクさせてがぶつけてやる。まあ、避ければいいのか。まあ、何でもかんでも見つけたら覚えるみたいな感じが良さそうだね。カピュンとか、すごいな。何でもかんでも覚えられるんだね、これ。ただ、結構これ、あれだよね。順番並び替えできるのか、Y で。あ、一応、並び替えはできるのはできるけど。あ、これ、お、便利かも。乗っていけるよ。ほら。だから、今後なんか使うかもしれないから、カピュンのやつか、出て入って戻ってきたらまた、復活してるみたいな感じかもしれないね。コブラみたい。いや。あ、これも覚えられるよ。光ってるか、まあ、一応、蛇の像だって、なんか置くのかな、どっかに。これはもう関係ないよね。シンク。わかんないな。ボスか？あ、これ、剣士モードだろ。なんかいろいろマークがあるから。倒すか。関係ないか。ちょっとやめとこう。なんかいっぱいこれ浮いてるからさ、あれかと思ったんだけど。じゃあ浮いてるから、これにクローリーやってみる。頑張れクローリー。おお、クローリー頑張ってる。めっちゃ金策できる。クローリー頑張って、頑張ってくれ。私のお金が落ちてる、もしかして。375。もう落としてないか。結構金作品もあるんだ。よし、覚えとこう。なんか埋まってる、ここ。ガモースを覚えた。こう、砂のところ。頑張れ。もうちょっとやね。もうちょっと。OK、倒した。まあ、先行くか。これも一応全部割っていくか。もうヒントになってんのか。あれはちょっとどうしよっか。先シンクさしとくか。届かないか。これね、シンクでどけると思うんだけど。こんな感じに落として。1マスで大丈夫か？ OK、OK。シンクも便利だね。よし、たいって。一本道か。このアルマジロみたいなやつも入手できるんじゃない？あ、こんなに飛んでくるな。危ないな。
ちょっと皆さんすいません。ベッドで寝ますよ。カット。海とか置いとけばいいんじゃね？どう？突っ込んでこんか。来い来い来い。海強いからね。攻撃力弱いよ。同じやつで対戦させてもいいかもしれないけど。はいはい。結構時間かかるなぁ、でも。OK。あ、もう、手に入れてるやつか。これはあれだね、穴掘るやつがいたから。ピッピだったかな。これで穴掘って宝を取ると。黄金の卵ですね。このピッティ使って。うわー、ちょっと待って。あ、ピッティも頑張ってる。いや、ピッティ頑張ってくれたな。普通に。お、これさっき使ったやつ、クローリー、どうなんだろうね、これ。お金稼ぎ。来い。全然ダメだったな。これはタイマーカッターみたいな。ダメか。もうなんとかこれでいけるな。どれが攻撃力高いかわからんけどね。楽かもしれないな、これのが。倒しましたね。あとはまあ上がっていくだけか。こっちの方が早い。なんかさっきと似たようなところだけど、また違うのか。あ、地図か。シルベ登録しただけか。二つの異なる貢ぎ物を求む。手がかりはこの階のどっかに示されている。なんか置くんだろうね。多分像置くんだと思うよ。一個は。もう手に入れてるから。これか。これとね、何か置くんだと思う。ちょっと右からやっていくか。よし。これは送風機か。まず敵倒すか。ちょっと邪魔だよね。このモグラちゃんすぐ倒せるんだよね、こんな感じに。順番ね、選んだ順にしましたわ。左の方に選んだやつが来るって。いや、これだけだな、不満は。ちょっと探すのが大変、多すぎて。それ以外は完璧よ。持って楽よ。なんか誘いみたいな。おい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 。ちょっと捨てないとわかんな。ちょっとこれで。投げるかね。危ねえなぁ。ちょっと海にするか。海で倒す。これ覚えられる？あ、覚えてある。覚えてあるやつ。宝箱は引けばいいだけ。なんだこれ。原塩を10個手に入れた。それは聖域にて静かに佇む青くかたどるは大きな牙と長い鼻。やっぱり大きな牙と青くかたどるはって書いてあるね。だから蛇の像関係あるのかな。どうなんだろう。これとかはコピーできないか。まあ、左も行ってみますか。まあ、像みたいなやつがあったらわかるでしょ。これ敵？そこ投げる。倒したよ。倒してないか。なんか炎みたいなのやってるね。これシンクとかできんのかな。ちょっと待ってよ。海で倒せるか。海で一応ダメージを与える。結構離れてるよね。炎か。どれ使おうかな。ピッティでも使う。ピッティ食らうか。こうやって合わしとったらピッティちゃんと言ってくれるから。こっからで、ね、やるか、ピッティを。ピッティじゃないわ。バウジローだわ。勘違いしてたわ。バウジローで攻撃を。バウジロそっか、いいこと考えたわ。さっき当てれたじゃないですか、ツボ。普通に私がもうツボ投げればいいんだ。倒しちゃった。で、ツボ落ちてたからさ、こうやってツボ
やって投げて当てるっていうのも良かったかもしれないね。あ、覚えられるよ右。よし、マップ手に入れたわ。いやー大変やで。ポーだって。いやだからね、これめちゃめちゃ合いすぎるの、これ本当に。これやばいほどある。ちょっと量が多すぎです。うん、2階はこんな感じか。もうまだまだあるよ、このダンジョン。かなり長い時間。これ外出れたわ。あ、逃げていった。ちょっと一回外に出るみたいな感じか。どこに行くんだろうね。なんか入れそうな気がする、ここ。え、こういうところって気になるな。ちょっとやってみるか。ベッドにするか。ベッドでやって、こうやって上下になったら結構高さがあるから、ね、こういうところ気づくよね。あ、入れた。うわ、嬉しい。宝があったわ。こういう穴のところもね、ちょっと入ってみるっていうのいいかもしれないね。あ、なんか敵がいたな。あ、これ黒いやつか。黒いやつは無視しても大丈夫だよね。この辺も持ってるからね。あ、宝もあるな。ちょっと、でもずっと無視しても追いかけてくるな、ずっと。それはそれで嫌だね。ピラニアみたいなのに壊されてるし。20ルピーか。で、こいつらもう倒してるはずだからね、私も。バウジロで行くか。ねえ、バウジロで。楽よ。上がって、うわ、上がってきやがったか、こいつ。倒しましたわ。普通になんか。左上の青いやつがたまるだけでしたね。先に行くか。これ引っ張ってこれだね。青いやつが見ましたからね。いや今回はちょっと長い動画になっちゃうね。右にも行けるな。左にも行けるけど、お金もかなり手に入ってるよ私。わ、なんかいた。これ私持ってるんじゃないっけ。持ってないか。なんか色違いっぽいな。ちょっと海の強化版ないのかな。うわあ、マジかよ。いけ。上に行っちゃダメだな。もう倒すわ。あ、大丈夫、持ってたみたいだわ。あまり関わりたくなかったな。よし、当たらないように行こう。なんか沼地みたいなの入っちゃったよ。この先もまたあのベッド方式だ。来んなってお前。ストレスがたまるこれ。本当に。よーし、じゃあベッドにしようか。沈んでいくんかこれ。ここでやるのがいいね。じゃあよいしょ。おー、よし、セーブ場所や。ちょっと一旦セーブしてやめるか。疲れてきた。あ、下に宝もある。でも続きも気になるしな。あ、送風機かこれ。なんか宝箱があるって分かりやすくていいですね。後ろから飛んできたかな。そっか。あーみたいな感じか。このあーっていうやつ強いんだよな。落としてやろうか。あ、危ない。なんか光ってねこいつ。なんか手に入った魔物石。そんなことするんだったらさ、私も出すよ。クローリー、クローリー行け。お前が悪いんだぞ。クローリー、クローリー頑張れ。クローリー、クローリー頑張ってくれ。本当に。うわ、オッケー、倒してくれたわ。ベッドで寝よう。よし、送風機出して右に行くか。うわー、また出てきやがった。逃げよう。関わっちゃダメよこれは。何もないか、入るか。
や大変だったなこの外は。え、外って見れんのかな。こっちの方に出てきたね。あれ引いてやるみたいな感じか。あ、あそこ入るって感じか。なるほどね。大丈夫、いけるかこれ。こんな感じに行って、ベッドを置けるかな、あそこ。まあちょっと、やってみようか。いや、いけないよね。ここ置かないといけないな。何かを。ちょっと待ってよ。観葉植物でいいんじゃね？多分。あ、ベッドで行くか。ベッドの方が早いな、多分。2種類生き方あるんですよ、これ。これ観葉植物をとりあえずここに置いて、上登ってこうやって行くってみたいな感じで。それかまあもう一個の方やりますか、せっかくだから。ベッドの方で行くか。ベッドの方が楽かもしれないな。ベッドでやろう。なんかいろんな生き方があるっていうのはいいですね。シンクやめて。よし。こっちでもいいね。ふぅ、送風機にするか。寝てんだけど。なんか、招き猫みたいなのがいるよ。これ覚えとくか。猫の像ですね。このわーっていうやつ強いんだよな。なんかずっと私も持ってるけどさ。じゃあギブトやってみるか。頑張ってくれ。あ、ギブトは効かないのか。相手いいね、倒してくれ。ね、聞いてないよギブトに。じゃあちょっとカット倒す。いいね、倒してる。シンク差し取ったらいいんじゃね。ダメか。オッケーオッケー、倒してくれた。もうしこの猫の像ちょっと溶けて。なんかない、下とかも特にないか。先行くか。録画してるよね。オッケー。だいぶ進みましたね。まあ1日1ステージ1ストーリーでもいいかもしれませんね、これだったら。いいね、アイテム手に入った。あ、中ボスか？お、なんか顔色変わってないよ、でも。弓持ってる。お前やめてくれ、それ。おぉ、いいね。弓はそれで避けれるの？弓はこれでいけそうな感じがするね。逃げるの早っ。ギブト行け。これシンクできないのかな。 OK、 これで倒すとできないの。これ倒してくれ。ダメか。相手の動き合わせる。すごいね。でも私もね、じゃあこれで戦ってもいいんじゃね。逃げるか。さすがに逃げる。いやダメだな、ほら。オッケー、倒したわ。こっちの方が早いな。いや消えていったな。いやまだいるの。取っとけばよかったかな。え、3もこれ大変だ。送風機ちょっとやるか。なんかないアイテム、ハートとかそういうのがあるって感じか。え、どうするよこれ。いい方法ないかな。なんか楽したいんだけど、これ倒してくれ。もっといいやついない？ね、ちょっと考えます。スナピラニアの泳ぐとこあるで。いけいけいけ、追って倒してくれよ。倒せ倒せ、スナピラニアよ。下から潜って、なんか避けるなこいつ。でも私はちょっと止めとこうか。やっぱ剣士モードで倒した方が早いな。倒すよ。落とした。出てくんのか。いや絶対こうやって剣士で倒した方が早いわ。オッケー。でまたポイントがなくなるから貯めないといけないけど。剣士モードいくか。で魚も一緒に出しとったらいいよ。あと1よ。
刀を出しつつ剣士モードでも倒すと。いや早い早い、剣の方がもう大丈夫だろう。5とか増えないだろう。で送風機で消してからハートをゲットするとかですね。お、夢みたいな時に入ったよ。銀行の世界に取り込まれて偽物にされちゃってる、ね、偽物多いよ。ゲット、あ、いいね、溜まってる。弓の力を手に入れたね。あ、剣士モード中 X で弓矢を使える、いいね。ちょっと今は剣士モードやめとくけど、でこれでですね、ハート出ましたよね、さっき、ね、こんな感じにハートが出るから戦闘中はこれで回復するといいんじゃないですかね。あとなんか壺の中にも入ってそうだけど、あ、入ってたわ。であとアイテムでハートが出やすいっていうやつ装備してたら、それはそれでハートが落ちるかもしれません。これは届かないね。雲みたいな出てきたよこれ。何これ、ちょっと海で倒すか。また、はい、OK、 覚えるか。何に使えるんだこいつ。ゾロゾロだって。なんかゾロゾロの巣があるな。あれ倒したいな、ゾロゾロの巣ね。なんか気になる、すっごい。だから観葉植物置いて上がっていって、あ、覚えられた。やっぱりね、こういうゾロゾロの図鑑も覚えられましたわ。なんかあるだろうなと思ってたけどね。このゾロゾロの図鑑はどうやって倒すんだろう。倒せないな。特に倒せないけど、ゾロゾロの図鑑もコピーはできましたね。よかったわ、行ってみて。あ、ちょっと待って、この先か。え、どうすればいいんだろうこれ。ちょっと一応とりあえずベッドやる。ベッドでやって、剣士モードかなこれ。剣士モードやってみる。なるほどね、剣士モードだと戻るか。十字キーの上ですね。青いやつも浮いてるからね、これで剣士モードのやつ回復するみたいな。あ、これもか、破っとくか、帰りも楽だろう。上行くか。弓も使っとけばよかったな今。よかった。ちょっと休憩しよう。動画は繋がってるけど、かなりやった今日。セーブはね、こんな感じ。まあ手動セーブにもなってるけど、スタートボタンを押してはいで大丈夫です。それでは続きやっていきます。炎がすごい、これは。おお、こんな感じにシンクすれば OK みたいな感じですね。合わせて、まあ、回すみたいな感じか。これはこんな感じか。だから一回やって引っ張ればこうやって変わると。最後の問題よな、合わせるの大事ですよ。こうやって合わせてこうやってやる。逆に向いた。なんか象の象がありましたね。象の象を覚えた。これあれですよ、 ZL でカーソル合わせて、まあ、X でシンクさせて引っ張るみたいな感じですね。宝箱もありますね。お、鍵が入手できましたね。いや、ちょっと休憩してきたので、ちょっと頭の働いてるよ、ちょっとだけだけど。よーし、これで戻るって感じか。うわー、ちょっと危ね。ここにもあったね。これ落ちた方が早くね。どうなんだろうね。まあ一応引っ張るか。OK。じゃあ下を言おう。これどっちから来たんだったっけ？左から来たんだったっけ？こっちでいいのかな？戻るの。右の方から上がっていったんですよね。で、ここでなんか敵と、弓リンクと戦ったのかな？かけらもあるね。ちょっとどこに戻ればいいんだろう。あ、これは、ゾウだね。これは、シンクさせて移動させるみたいな感じか。で、戻って。あ、ここですね。鍵。開きましょうか。この先に行くのかな、多分。これもまた、なんかシンクさせて引っ張る感じか。OK。壺の中には何かあるかな？ちょっと、見てみるか。ブドウとかありましたね。まあ、特になんもないか。まあでもこういうのも、地にも積もれば山となるで、大事だから取っとくか。
よし、これは炎をつければいいのか。だからちょっと久しぶりですね、この炎を使うやつ。右の方にいるのかな、この子。キャンドルか。ちょっとあれだな、上にしてあげないといけないから、キャンドル出す前にまあベッドとかでも他にやって、でここでキャンドルにしてあげて、こうか。これなんか変わったのかな。あ、全部にやるみたいな感じか。あの送風機の下の箱に関してはこれじゃない、たまないか。これだからまずベッドやって、この送風機のところの下を通るみたいな感じか。取れるか、もう一個ベッドやるか。 OK、 これでシンクさせて火もこんな感じになるのか。これはこれでいいかもしれないな、落としてやるみたいな感じか。でこっちをつけるか。これ火をつける前にまず左の方からつけた方が良さそうだな。こんな感じで、あ、ここ落ちちゃうのか。ここは登れるね。で4つまで置けるから、ここから落として、あ、ダメだ、この後、あ、そっか、一番右のやつが落ちるから大丈夫なのか。ここで落としてやればいいんじゃない、こうやって。うわー、一気に落ちちゃったまあ大丈夫よ、これで。はい、これで全部ついたよ。これでなんか謎みたいな感じかな。ね。で、これでやると。それは塔の上で翼を休める鋭い眼光と硬いくちばしを携えて。これもヒントになってんのかな。でも象の象は、あれだよね。あれ？これどこに行くんだ？これヒントもらえるだけ？ここ。ちょっとマップ見ますか。ね、特にないよね。だからここの鍵を開けたことによって今のヒントがもらえたみたいな感じか。ちょっと久しぶり。これ飛ぶこともできますからね、ワープでね。どこにワープするか。久しぶりでね、忘れちゃったから手動で戻るか。ワープして、あ、これで外に出るって感じか。なるほどね。あ、右の方にもまだ行ってないな、これ。だからちょっと右に行ってみるか。そうだ、入りましたもんね。これまだだよね、確か。上の方に行くってことか。これベッドにした方が良さそうです。これベッド便利ですよ。こっち一回登った方がいいかな。ここはね、一個のやつにしよっか。これか。床ビューンじゃなくて、これ、テーブルにして、登れる。あ、登れんか。じゃあ、ベッドにして、交互にやるか。しょうがないから。これで、OK。で、あとは、この右のやつだから、この上に出してやる、みたいな感じにしよっか。こっちの方に。こうやってやって、登ろう。OK。敵がいるね。こいつか。こいつ嫌だな。変身するか。いや、これも効くんか。この黒いやつはもう剣士モードでかました方がいいよね。弓も使えるんだよね、確か。弓の方がいいかな。はい、これでちょっとやる。で、これ送風機だね。何が落ちてんだろう。特になんもないか。ちょっと危険だから、捨てとこう。この先に向かっていって、あ、送風機ここにも使うな。ここ上がれないの、あれだよね。また大変だよ。上がって、送風機かな。はい。特になんもない。これはあれだ。こうやってやって引っ張れば OK。何回かやらないとダメだ。サボテンとかもね。これ逆の方が早かったかな。こっちの方で引っ張ってるけど、これ引っ張れなくなった。なんでだ？こっちで引っ張るって感じか。こうか。引っ張れるか。オッケーオッケー。上上がれるようになりましたね。あ、これか。くちばしの鷹かな、これ。覚えよう。これで、象を置くやつ覚えましたね。象、鷹の象と象の象ですね。いや、これでワープできるんじゃないかな。ね、右の方も行ったし、この左の方からも来ましたもんね。中を見るで。あ、入れるってことか。こんな感じで。ここじゃなかったっけ？なんか置く場所があったんですよ、確か。先のところまだ行ってない。あ、ここほら、宝箱があって。多分最後だと思う。よし。じゃあ、ここワープしよう。
ワープする。便利ですよね、ほんと。これ、左右どっちでもいいのかな？どっちに何を置くとか。こっちにも石板があったんですよね、確か。あの、端っこの方ね。なんて書いてあったかな？もう一回読むか。これ、象の象ですよね。青くかたどるは大きな牙と長い鼻。で、象ですよね。青って言ってるよね。まあ、どっちでもいいのか。とにかく置けば大丈夫か。じゃ置いてみるか。一番右かな。まあ、鷹の像から置いてみるか。で、こっちに、象の像を置いてみよう。他にもないのかな？なんかこの、猫の像もありましたけどね。犬の像とかもあるのかな？はい、これは？あ、OK か。よーし、開きましたね。だから、まあ、像はこのように集めると。これ引っ張ればいいだけだな。はい。後半簡単だったね。まあ、砂を抜いて、なんかさっき、あ、そうです、そうです。ここ入れるところがあったんだよ。うわ、すごい宝箱だ。これ、1階みたいな地下かな？どこが開いたんだろう。これ先入れる。一応。入れた。これも、あ、違うか。掴むか。あ、回すのか。これ合わせればいいんじゃない？待って。ここも掴むでしょ。これシンクか。こっちだよ。ちょっと移動しすぎじゃねえ。ちょっと移動しすぎだよな。絶妙な場所で止めたかったけど。あ、こっちにはできないな。こうやって回すってこと？結構大変だね。こっちにしか回せなかった。あと1回か。これでできんのかな、ほんと。え？待ってくれ。ちょっとカットしよっか。ここで止まらないんだよ。もうちょっと謎解きになってる。あ、ここできるってことか。なんかバランスみたいな感じ。これ、同時にやるのかな？こうやってやりながら、掴む。できないか。もうできた。え？なんかできたよ。あの、ちょっと無言プレイになってるかもしれない。なんか、今みたいな感じでやったらできました。ちゃんと録画できてたかな？いや、なんかね、わかんないからね、無言でね、ずっとぐる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 やったりとか、最後これで回しましたね、私。今、ぐるってやった時に。ここに来た時に、こっちで回したみたいな感じかな。こっちに。まあ、詳しくはちょっと、見てみてください、動画。私もちょっと見ます。じゃあ先に進むか。まあ、うまい感じにシンクと、あの、左下の歯車を組み合わせてやるみたいな感じですかね。で、これで鍵手に入れたから、これ最後のボスの鍵だよね。いや、まさかいきなりできると思うかって、どうやってやるんだろうと思って。あ、像が全部あるね。そうだ、蛇の像も。コピーしてたんだね。どうやって倒すんだろう、これ。モグラみたいなやつが出てきたよ。え、もう始まっちゃうの？ちょっと敵の攻撃を見るか。砂みたいな感じ。じゃあ、私もなんかモグラ出す。
何がいいんだろうね。ピラニアみたいなやつにする？これ、砂のピラニア。いけ。あ、なんか、お、いいね、攻撃してる。この砂のピラニア良くない？結構倒してくる。お、あ、そういうことか。そういうことね、理解した。これで今運が良かった、突っ込んできてくれたから。こんな感じで青いやつ取っとくと、これ倒してくれてる。ここ来い、ここ。あ、送風機か、あれ。敵こっちに突っ込まして、オッケーオッケー。あ、できてない。あ、自滅したみたいな感じか、今見つかったから。なんか立体的になったね。なんか象にぶつからせてやるみたいな感じだった。飛ぶんか今度は。あ、弓かな、なんかそれっぽいな。やっと魚は無理かも。待ってか、すごい。あ、ちょっと待ってよ。次はね、このクローリーする。クローリー使えるかな。ちょっともう一匹いるんだけど、いけ、クローリー。2体までしか出せないけど、ハートも回復してた。もう無理か。この砂も気になる。多分ハートなんだろうな。あ、でも下に降りてきたな、こいつ。下に降りてきたらもう、砂のピラニアよ。下に行けないから。うわ、下に降りてきたらチャンスやな。弓とかでもやる。もったいないな、これ。ここ見てえな。この間も弓だと思うんだけどね。わあ、全然ダメだな。ゲージがなくなっちゃったな。ちょっといろんなことを試そう。これでなんか悲鳴やらせるとかどうかな。これガモスと、ガモス倒せる、お前頑張れるか。攻撃、なんかよくわかんないな。やっぱり地道に倒すか。これされてる時。上まで届かんけど、下に来た時がチャンスだよな。ちょっともう一回やるか。モグリホン、テイク2やっていきます。ピラニア出して、ここぶつかってきた時に剣士になってからやるみたいな感じですね。ピラニアいいですね、すごく。砂のやつ、ただこの砂がなくなった後だよね、問題は。ぶつかってくるんじゃない？今潜ってる。これ私も避けないといけないからね。あ、これか、今みたいな感じか。あー、なるほどね、今のタイミングね。逃げた。まあ、それまでは大丈夫だな。でもぶつかってこなくてもこのピラニアでなんとか倒せそうな気もしますけどね。いい感じに。初回が運良かったんですよね、本当に。ただいたらぶつかってきたから。あ、これですよ。お、これ、ほら。あれ？今度ぶつかんねえ。テイク2めっちゃ苦戦してんだけど。まあ、でもダメージは食らってる。ハートもある。ダメか。いけ。食らわせてんのかな？さあ、こっちやろ？オッケー。で、次、原始モードになって。これ。いやー、楽しいね。この後よ、これめっちゃ簡単なのよ。この後の倒し方がわかんない。弓だと思うんだけどね。でもさっき落ちてきたからね。これも、だからまあ、鳥に頑張ってもらうしかない。とりあえず。避けながらも、地道にこうやって、ほら、ダメージ食らわせることはできるから、もう地道に頑張っていくしかないじゃない？避けてから。それかなんか影が出てきたね。あ、落ちてくる。分かったよ私。あ、ぶつかってくる。あ、理解した。これはまあピラニア出してもいいけど、まあとりあえずはこの2匹に頑張ってもらって急降下してくるんでしょう。あ、待ってね、大丈夫か。この辺で、いや1個象を出しとく、2個ぐらい出しとくか。ここでなんかね、さっき体当たりしてきたから、ここでもう避けながら気絶させるんじゃね、まだ。
多分だけど、このヒーム出しとく、いろいろ出しといて、ハート回復ラッキー。この後ぶつかってくるでしょ、またほらほらほら攻撃してくる、さっきオッケー、いいね最初フォーが置いてあったからオッケーオッケーオッケー、気持ちいい気持ちいい、いやーいいね、理解したら簡単だな、まあ、取り出しとってもいいよな、この間にな。であとちょっとこれ送風機も使っていいね、これで賭けがここここ送風機で、あなるほど、これでゼルダのやつを回復するってことか、送風機のやつでね。あ何これ、あ私のです、よーしよし。でちょっとまあ今ゾウなんだけど、記念に猫にしてみる、ヘビでもいいけど、あんま猫のなんて言うんだろう、使ってないから猫可愛いから、よーしこっちの方がいいかもしれないね、変身モードこっちにも出せるんだ、これ沈まないんだね、沈むところかと思ったけど、避ければいいか、で4つ置けるだろう、ね、猫も一応あさあさあぶつかってこい、ぶつかってこい、あーくっそ惜しい、もう1分したか、私がいるところにやったか、おおこれ猫も防げるじゃん、これすごいね、ほらほら最高よ、竜巻は防げるか、これ竜巻も防げたら強いけど、ほら貫通するか、なるほど、倒し方分かったな、いやこれボスはボスでやるか、で剣士モード回復したかったらあれやれば、うわ上からは壊されると、この後だよねぶつかってくるやつ、もうこれで確実に倒せばいいんじゃね、オッケー、いや結構簡単かもしれないな、時間かかっちゃうけどハートもあるしいいね、いや倒し方が分かれば簡単よ。まあでも最初にヒントありましたよね、ゾウのやつとか。てか最初は運良すぎたね。運良く当たってくれたからね。まあ一回ゲームオーバーになってもね、まあその前から始められたからね。まあ、せっかくなので倒した後も見てみますか。これでまた1個増える感じなのかな、ちょっと経験値がもらえる感じ、ハートの器をもらえると思うんだけど、ああ回復したか、めちゃめちゃ楽しい、これ頭使うけど砂漠の国を終わらせました。あハートだ、私こっちの方から先に来てるんですよね、仲間たちが僕に力を分けてくれた、おおレベル上がっちゃった、僕できること増えたみたい、遠くの借り物を、遠くに借り物が、 Y 長押して力を貯めれば離れた場所に借り物を作り出せる、えそんなことができるようになったの、あ、でも4つしか置けないってことか。なるほど。裂け目消すとき仲間たちから話聞いたよ。ここの仲間も魔物に捕まってたけれど、こんなことみんな初めてだって。でもゼルダが魔物を倒したからみんな仕事に戻れたよ。もうここの無の世界に用事はない。ゼルダ、元の世界に帰ろう。よし、もらおう。ちょっと置いてみるか。ロビタベッド4つだよね。あ、4つだ。で、長押ししたら、おお、こんな感じか。遠くに作り出せるみたいな感じだね。ぶつかるところまでってことか。途中で止めたりとかできんのかな、これ。いや、ある程度の距離か。あとでまた試していこう。こんな感じですね。じゃあ、これはもう、戻ればいいのかな。負けたらね、罰、倒れた場所って出ますね。話しかければいいのか。元の世界に帰る。はい。忘れてた。それじゃあ行こう。楽しかったな。ああ。
ゲルドのサバ、不意に現れた裂け目クリアしましたね。